さんお疲れ様です。本日の動画は、スパロボ F 完結編を開始するにあたり、まずは縛り条件の確認、そして現在の主要機体の改造状況解説動画になります。まずは新機体も続々と加入する完結編において、改めてこのプレイでの縛り対象機体を紹介していきます。まず、サムネで気づいたとは思いますが、MSV の機体は今回は縛り対象とします。主に量産型ニューガンダム、FA100 式改め。他にも忘れている機体などあれば、それも含め縛りの対象とします。そもそもあの2機使ってエースパイロットも乗せちゃったら、通常プレイと変わりませんからね笑い。そしてややこしい書としては、ウィングガンダムです。黄色の登場機であるウィング、ウィングゼロはもちろん使用禁止です。あとヘビーアームズも黄色は乗ってたみたいですね。ですが、ヘビーアームズ改めは使用可能とします。まあ使うかはまだわかりませんが。あとわかりづらいところで言うと、魔装機神たちの扱いですね。まさき、有名、衆の3人を主人公扱いとしますので、その3人の乗る機体以外を使用していきます。その他の参戦作品に関しては、区別が簡単そうだったので、説明は省こうと思います。その他の縛り条件ですが、リセット全滅プレイ禁止です。そして完結編からは、説得のための出撃などは可能としようと思います。まあトットの説得忘れていたんですけどね。完結編に関しての説明はこれくらいになります。その他に疑問点などありましたらコメントで書き込みしていただけたらその都度お答えしていきます。それでは機体の改造状況の説明、いきます。まずは我らが戦艦ゴラオン、改造はエネルギーとオーラの魔法のみフル改造です。まだまだ必中オーラの魔法は活躍の場が多いと思うので、ジャムはあえてのエレ様乗せで使おうと思います。再動を覚えるまで頑張ってもらわないとですね。被弾したら落ちる満に改造した小戦用ボキューン。章に関しては乗り換え機が存在しないので、果たしてどこまでこれでいけるか？中盤から加入した新戦力。運動性と限界をいじり、高性能レーダーでロングライフルの特性を生かした戦いをこれからもしていきたいですね。主なパイロットは副主人公サバ艦です。こうやってみると、なかなかの能力値ですね。序盤で視線を張っていたジムアイアイアイ、やはりカミーユ以外での運用はかなりきついものがありましたね。今後は挑発機体になるでしょう。そしてロンジョベルの壁役ことカルバリーさん。HP 以外はほぼフル改造です。案外まだまだ使えそうなんで、ヌーベルが加入しても別紙で運用できそうですね。そして最後に見せ場をもらったガンダムアレックス。改造状態の性能を見ても、アムロありきの活躍だったなと痛感しますね。主なパイロットはビルギットになります。つまりは挑発コンビ、今後の活躍は、まあ厳しいか。そしてうちのスーパーエース機体のご紹介です。まずはカミーユ、ジュドン。運動性と限界とライフルをフル改造。装甲とサーベルも3段階いじっています。こうやってみるとカミーユだいぶ強いな。受動が霞むぞ。そして来ました俺たちの主人公アムロレイ。敵に狙わせるためとはいえかなりピーキーな改造になっています。おかげで撃墜率が意外と高いのもアムロ機です。相変わらず凄まじいステータスです。アムロさん。これは逆にどこまで歪んでいけるのか試してみたい。
主な機体紹介は以上になります。全部を紹介したわけではありませんが、主要機体はこんなところです。本日はここまでになります。次回からはいよいよ本編開始です。それではご視聴ありがとうございました。